ロヒンギャとは、ミャンマーのラカイン州に住む人々である。英語や現地ミャンマーでは、ロヒンジャ、隣国イ王国では、ロヒンヤと発音される。ミャンマーでは、ロヒンギャという集団の存在自体を否定し、バングラデシュから流入した不法移民であるとの主張から、ベンガル人という意味のベンガリと呼ばれている。本では、原則としてロヒンギャと表記し、 ミャンマーガー限界など他の表記が必要な時はバングラ人、ベンガル人、ベンガル系ムスリムなど鍵括弧付きで表記する。日本はバングラ系イスラム教徒のロヒンギャと表記している。外務大臣記者会見などではロヒンギャの語は避け、ラカイン州のムスリムなどの表現を使っている。また国際赤十字では政治的、 民族的背景及び避難されている方々の多様性に配慮という理由で、ロヒンギャという表現を使用しないとしている。ロヒンギャという語は、はじめ、ラハムと呼ばれていたものが、後に、ローハンとなり、そして最後に、ロヒンギャへと変化したとする説がある。イギリスの軍医、フランシス・ブキャナンは、アラカンテージュのムスリムについて、ルーインガと自称していると記録している。 ミャンマーの民族分布。ミャンマーのロヒンギャは、バングラデシュ国境沿いの地域に居住するロヒンギャの居住地域は、ミャンマー連邦共和国西部にあるやカイン州のブティーダントマウンドウの領主と、バングラデシュ人民共和国東部にある、チッタゴン管区、コックスバザール周辺のマユ国境一帯にある。バングラデシュへ難民化したり、ミャンマーへ再帰還したりしたため、 現在では居住地域が両国にまたがっている。ロヒンギャではイスラム教が主流である。主に農業で生計を営むが商人としての公益活動も盛んである。しかし、ミャンマーでは不法滞在者とみなされているため移動の自由は認められておらず、就学も就職も厳しく制限されている。そのため農業や日雇い以外の仕事に就くことは困難である。 ミャンマーにおけるロヒンギャの人口規模は80万人と推計されるが政府当局の統計の信憑性が低いと考えられるため正確な数値は不明である。2017年以降のミャンマー国軍、警察、自警団などによる攻撃で国外に逃れたロヒンギャは60万人を超えており過半数がミャンマーを割れた計算になる。 2017年8月28日時点でアントニオグテーレス国連事務総長は8月25日以降の難民は50万でさらに25万人が潜在的な追放の危機にあるとした。チッタゴンから移住したイスラーム教徒がロヒンギャであるとの学説があるが英領インドから英領ビルマ移住したムスリムには下記のように4種の移民が存在しており実際には 他のグループと複雑に混じり合っているため弁別は困難である。現在もラカイン州では仏教徒であるアラカン人とイスラーム教徒であるロヒンギャの間で死者の出る衝突が頻発しているが時代を期待されるアウンサンスーチーはこの問題についての回答を留保しているためロヒンギャ側は不満をあらわにしている。そしてアウンサンスーチー率いる 国民民主連盟が政権を取っても状況は変わらず、国連調査団の入国不許可を表明した。アラカン人は、仏教の守護者を辞任している。ミャンマーの支配勢力であるビルマ人と対立する一方、ムスリムであるロヒンギャへの敵は、非常に強く、アラカン人の民族政党、ジョーザブ仏教政党であるアラカン国民党は、ベンガル人追放を公約している。 以前に認められていた国籍や参政権などの諸権利もアラカン人には不法に与えられたものと認識されている。こうした主張の背景にはラカイン州の中でベンガル人ムスリムのみが不当に国際社会から優遇されているという不満もある。カミザブ仏教と住民によるロヒンギャ支援妨害や支援車両への攻撃も起きている。 ミャンマーに進出した実業家の小島正則によると、ロヒンギャの一部に取材者に金品をせびる者がいること。また生活支援に関わる NGO 関係者が優雅に暮らしていることが、地元民から嫉妬の目を向けられているという。インド語派東部語軍弁ガルアッサム語に属するロヒンギャ語、使用、チッタゴン語に近いが類言とされる。 ベンガル語との相互理解は難しい。ロヒンギャはミャンマーの公用語であるビルマ語を使用しないことも統合に支障を生じる原因となっている。聖書法が確立しておらず、アラビア文字、ウルドゥ文字、ラテン文字、ビルマ文字等による表記が入り乱れている。1980年代には、モーラのハニフィがアラビア文字をもとに書法を作成し、これが ハニフィまたは、ロヒンギャ文字と呼ばれているものである。ロヒンギャの難民キャンプ戦術のミャウアサーラカン王国は15世紀前半から18世紀後半まで現在のラカイン州にあたる地域で栄えていた。この時代、多数を占める仏教徒が少数のムスリムと共存していた。折しも。 ムスリム商人前世の時代であり、仏教徒の王もイスラーム教に対して優和的であった。王の進化には、従者や傭兵となったムスリムも含まれ、仏教徒とムスリムの間に宗教的対立は見られなかった。アラカオ王国は1785年にコンバウン朝の攻撃により滅亡し、その後、旧アラカオ王国の地は40年ほど、コンバウン朝による統治がなされるが、 それを嫌ったムスリムがベンガル側に逃げ、ラカイン人仏教徒も一部が避難した。だが、このような状況は19世紀に一変した。コンバウン朝は第一次英明戦争に敗北し、1826年にラカインは割上され、英国の植民地となった。すでに英領インドとなっていたベンガル側より、 コンバウン朝の支配から逃避していた人々が回帰したことに加え、新しく移住を開始する者も,も増え、大勢のムスリムが定住していった。このような急激な移民の流入が、北部ラガイの仏教徒と,とムスリムとの共存関係を崩した。1886年、コンバウン朝は第三次英明戦争に敗北して滅亡、ビルマ全土が、 英雄インドに編入された。これにより多数のインド系移民が流入するに至る。隠居には、商工業経営や金融業、植民地軍商兵や下級公務員として、ビルマに赴き、ラングーなどに長期滞在したり定住する者も,も一定数いたが、多くの場合は、ヒンドゥー教徒やムスリムを問わず、仮想労働者としての移住者。だが、 ラカイン北西部に移民したムスリムは同じ仮想労働者であっても定住移民となって土着化し仏教徒との圧力を強めていった。このような流れの中、20世紀初頭からインド系移民への排斥感情が強まり、1939年、英領ビルマではビルマ人仏教徒女性を保護するという名目で外国人との通婚に、 様々な制限を課す法律が植民地議会を通過して施行され、実質的にビルマ人仏教徒女性とインド系、ムスリム男性の結婚を制限しようとした。ほぼ同時に結婚によって仏教徒からムスリムに回収したビルマ人女性が夫へ離婚申し出を行う権利を保持していることを認める法律も施行された。また、 第二次世界大戦中、日本軍が英軍を放逐し、ビルマを占領すると、日本軍は、ラカイン人仏教徒の一部に対する武装化を行い、仏教徒の一部が、ラカイン奪還を目指す英軍との戦いに参加することになった。これに対して、英軍もゲンガールに避難したムスリムの一部を、武装化するとラカインに侵入させ、日本軍との戦闘に利用しようとした。 しかし、現実の戦闘は、ムスリムと仏教徒が血で血を洗う宗教戦争の状態となり、ラカインにおける両教徒の対立は取り返しのつかない地点にまで至る。特に、ビルマの戦いにおける1942年の戦闘では、英軍側のムスリムによって2万人以上のラカイン、ビトが殺されたと言われ、今日に至るまで、 ミャンマー国内における反ロヒンギャの強い動機となっている。1948年1月、ビルマは共和制の連邦国家として英国からの独立を達成した。しかし、ビルマは独立直後から民族対立、宗教対立、イデオロギー対立などに見舞われて混乱は収束することなくそのまま内戦に突入した。ラカイン州も 例外ではなく、当時の東パキスタンと国境を接する北西部は、1950年代初頭まで中央政府の力が十分に及ばない地域として残された。東パキスタンで食糧を不足に苦しんだベンガル人がラガインに流入し、そのことが仏教徒との対立をさらに強めた。流入したムスリムの中には、1960年代、 初頭に政府軍によって鎮圧されたムジャヒディンを名乗るパキスタン人の率いた武装反乱勢力も存在した。この混乱期においてラカイン北西部に住むムスリムの総称とし現在ロヒンギャの名前を付した文書として最も古く、遡れるものは1950年に彼らがーの首相に宛てた公式の手紙である。これ以前にも ロヒンギャナが使われた可能性は否定されていないが、使用したとする確実な資料は見つかっていない。創始国フサ国側の行政文書には、チッタゴン人という表記が圧倒的に多く、ロヒンギャナ医師はそれに近い発音の名称は一切登場しない。ビルマ人の歴史学者によれば、アラカ川王国を形成していた人々が代々継承してきた農地が、営業時代に植民地政策の一つである。 ザミーンダール制度によって奪われ、チッタゴンからのベンガル系イスラーム教徒の労働移民に当てがわれたという。この頃よりアラカン仏教と対移民イ,イスラーム教徒という対立構造がこの国境地帯で熟成していったと説明している。日本軍の新軍によって営業行政が破綻すると湿地回復したアラカン人はビルマ軍に協力し、 ロヒンギャの迫害と追放を開始した。1982年の市民憲法で、ロヒンギャは正式に非国民であるとし、国籍が剥奪された。そのため、ロヒンギャの多くは無国籍者である。市民憲法は、ロヒンギャに限らず、1948年1月の独立時点で、ビルマ国内に居住していない。 あるいは居住が確認されていないとした者の,の国籍をすべて剥奪した法律だった。現在のミャンマーは新規の帰化についても原則として政府の認めた135民族に限っているため、ロヒンギャが改めてミャンマーへの帰化を申請しても認められることはない。ただし、自らロヒンギャであることを否定し、 ベンガル人であることを認めた者については、帰化が認められた例がある。根本隆史によると、ミャンマーではリベラル派など、ベンガル人への国籍付与を容認する論者であっても、不法移民のベンガル人が、ロヒンギャを名乗らず、ミャンマー土着民族を語ることを止めるならば考慮してもよいという見解である。このように、ロヒンギャの存在自体の否定が、ミャンマー国内では主流となっている。 一方で、参政権は公的には無国籍であっても行使できた時期もあったが、2015年の総選挙では、名実ともに剥奪された。なお、ロヒンギャのように国籍を剥奪された住民には仮の身分証明書として、臨時証明書が発行された。2015年6月1日より、これに代わって、帰権審査カードが交付されている。 1982年の市民権法に基づいて、再審査を行うという意味だが、前述の理由でロヒンギャのミャンマー国籍は認められない。1988年、ロヒンギャがアウンサンスーチーらの民主化運動を支持したため、軍事政権はアラカン州のマユ国境地帯に軍隊を派遣し、財産は差し押さえられ、インフラ建設の強制労働に従事させるなど、ロヒンギャに対して、 強烈な弾圧を行った。ネウィン政権下では、ナーガミン作戦が決行され、約30万人のロヒンギャが難民としてバングラデシュ領に亡命したが、国際的な救援活動が届かず1万人ものロヒンギャが死亡したとされる。結果。 1991年から1992年と1996年から1997年の2度、大規模な数のロヒンギャが、再び国境を越えて、バングラデシュへ流出して難民化したが、同国政府はこれを歓迎せず、国際連合難民高等弁務官事務所の集会事業によって、ミャンマーに再帰還させられている。 2017年現在、ロヒンギャの国外流出と難民化の問題は解決していない。UNHCR は2012年からの5年間で、ミャンマーから逃れたロヒンギャは16万8千人以上と推計している。2012年6月、ロヒンギャムスリムとアラカン、仏教との大規模な衝突が起き、200人以上が殺害された。 そのほとんどがロヒンギャであった。さらに13万から14万人のロヒンギャが住みかを追われ、政府は避難民キャミャンマー側はベンガルムスリムによる仏教徒への交換や改修教養が諸悪の根源と主張している。一般にミャンマーの多数派である仏教徒から迫害を受けているため、世界各地へ亡命していると説明され、国際連合難民高等弁務官事務所は、 関係諸国に保護を求めている。実際に仏教過激派組織969運動を中心にベンガル人の国外追放が主張され、ロヒンギャ排斥の暴動もしばしば起こっている。ミャンマーの軍総司令官は、ロヒンギャはミャンマーの民族ではなく、バングラデシュからの不法移民であると表明する一方、バングラデシュでも難民や不法移民と扱われている。 また、タイやマレーシアなどの周辺諸国は、ロヒンギャを経済移民主しており、難民認定しないことで一致している。このため、母国での迫害を逃れて、国外へと脱出するロヒンギャの人々は、周辺国でも不法入国者としては捨てられることが多い。バングラデシュ南東部にも暮らす、約20万人のロヒンギャのうち10から20%は、 劣悪な仮定住キャンプの環境下にあると報告されている。タイでもカイロで避難したロヒンギャは違法な移住労働者またはパタニ連合解放組織などの南部のテロにつながる危険なムスリムとして強制送還が行われている。タイではロヒンギャの人身売買収容所が存在しロヒンギャの人身売買が行われている。さらには タイの入管当局者と人身売買業者が共謀している事例もある。そもそもタイは難民の地位に関する条約に加盟していないことから難民を認定し庇護する法律が国内に存在していない。このためロヒムキャは難民ではなく不法入国者として扱われている。マレーシアでは UNHCR によると2012年から2015年にかけて 推定1 1万2 5 0 0人が命を危険にさらして密輸船で入国した。長年ロヒンギャはミャンマーとその周辺国から見捨てられた状態であったが、2013年5月20日、テインセイン大統領はバラク・オバマ大統領との会談において、直接、ロヒンギャへの言及はなかったものの、ミャンマー国内のイスラーム教という表現を用い、民族間対立を解消すると表明した。 一方、ラカイン州政府は、ロヒンギャ・ムスリムを対象に、二人までの三次制限の法制化を打ち出したが、国際社会の反発を受け、施行されたかどうかは不透明である。2015年には、ミャンマーからカイロで流出するロヒンギャが激増したため、アメリカ国務省は、周辺諸国に受け入れを呼びかけている。しかし、バングラデシュ、マレーシア、インドネシア、 タイなどの周辺国は、前日の通り経済移民であるという立場を崩さず、受け入れを拒んでいる。1月16日、969運動指導者のアシンウィラトラ数百人の層が、国連人権高等弁務官事務所、国連特別報告者である、医療機のミャンマー訪問を非難するデモを行った。国連に、ロヒンギャへの市民権不要を勧告されたことへの反発が、 理由である。デモでは国連をイスラムと共に立つと揶揄し、キックロヒン、ライアーズアウト、ベンガリが偽名を使用するな、と、ロヒンギャを中傷した。1月21日、ウィラクは、集会で、ョウキを、肩書きがあるからといって尊敬されるとは思うな。我々にとっては、ただの売春婦と非難した。国際連合人権高等弁務官事務所の在度、 フセイン高等弁務官は声明で、性差別主義で侮辱的な言動を、を到底受け入れられないと抗議した。しかしウィラツは、フランス通信社の取材に、もし、私がもっと厳しい単語を見つけられれば、それを使っていただろう。それは、彼女が我が国にしたこととは比べ物にならないと主張した。5月14日には、ミャンマー国会で、三次制限法が成立し、 事実上、ロヒンギャムスリムを標的とした法制化が行われた。5月27日、ミャンマーの仏教徒らは国際社会の批判に反発し、ロヒンギャの国外追放を主張するデモを行った。5月29日、台湾国でロヒンギャ対策会議が行われた。ミャンマーや密航船が漂着するインドネシア、マレーシア、ダイなど、 関係17カ国に加え、日本、アメリカ合衆国、UNHCR、国際移住機関などが、オブザーバー参加した。UNHCR のターク高等弁務官補は、ミャンマーが責任を負うべき問題であり、究極的には、市民権を与えることだとミャンマーを批判したが、ミャンマー側は、ロヒンギャオ・バングラデシュからの不法移民とみなす、従来の立場を強調した。 11月8日、民政移管後初となるミャンマー総選挙が行われた。前回2010年の総選挙で、ロヒンキャが暫定的に認められていた。賛成権は剥奪されていた。全国的には、国民民主連盟が対象したが、ラカイン州では、反、ベンガル人を掲げるアラカン国民党が国民院では12、議席中10議席。 大議員では17議席中12議席と対象した。一方、ロヒンギャの議員3人は立候補そのものができなかった。こうした国際的な孤立から、ロヒンギャにはイスラーム過激派組織による勧誘に応じるものが少なくないと見られている。インドのシンクタンク防衛研究分析研究所のスムルティパタナイク常席研究員は、 過激派集団とされるロヒンギャ連帯機構は、バングラデシュの過激派、ハルカットウルジハディ・イスラミアや他の過激派組織と連携しているという見解を示した。ジャマートルムジャヒディン・バングラデシュ、パキスタンのラシュカレトイバなどに勧誘されているという。また、アイスセルの勧誘を受け、家族ぐるみでアイスセルに参加するロヒンギャも増えて、きているという。2016年10月9日。 ラカイン州で武装集団の襲撃があり、警察官9人が殺害された。当局は実行犯8人を殺害し、2人を逮捕した。当局は記者会見で犯人はロヒンギャを名乗っていたと述べ、ラカイン州政府幹部はロヒンギャ連帯機構の犯行との見方を示した。ミャンマー軍は過激派総等作戦を口実としてロヒンギャを攻撃した。 10月14日、大統領府は、犯行は、パキスタンの過激派の支援を受けた、アカムル・ムジャヒディによるものと判明したと声明を出した。複数のロヒンギャ女性によると、軍により、住民数十名が銃で脅され、交換された。ラカイン州のオウング・ウィン・ MP 州には、ベンガル人は、兵士がレープするにはあまりにも、けがらわしいと方言し、 また、ロヒンギャの住居を焼き打ちした疑惑については、ベンガル人武装勢力が自ら火を放ったと主張した。軍は、国連や各種団体、海外報道陣を、ラカイン州から締め出している。ヒューマンライズ・ウォッチによると、衛星写真を解析した結果、12月9日までに、約1500棟が焼かれており、それは、ロヒンギャの武装勢力や住民ではなく、ビルマ軍の侵攻ルートと一致するという。 11月17日、ミャンマー政府によると、11月15日より、ラカイン州の治安維持のため、新しい訓練を開始したと発表した。4ヶ月の訓練も、州全体の治安維持に当たるという、国境警備隊のルウインは、ラカインの国民一人数とが、地元の武装警察の一員になれる機会があると述べた。 国連難民高等弁務官事務所のジョン・マキシックは、ミャンマー案によって、民族浄化をしようとしていると非難した。ミャンマー大統領府のザウ・ハッキ報道官は、マキシックは、単なる疑惑で物を言っているとして、国連当局者としての立場や倫理を維持すべきだと反論した。二0 1七年一月十九日、イスラム諸国機構はマレーシアで緊急外相会合を開き、ミャンマーに、 事態収束をを求める共同生命と難民への寄付を表明した。2月3日、UNHCR はバングラデシュに逃れたロヒンギャ難民からの聞き取り調査で昨年10月以来ロヒンギャ数百人以上が死亡した公算が大きいとする報告書を発表した。報告書は人道に対する罪の可能性が極めて高いとミャンマーを非難した。 難民となったロヒンギアは9万人に上ると推定された。別の国連機関の幹部はおそらく過小評価、氷山の一角として死者は1000人を超える可能性が高いと述べた。2月22日、ミャンマーは武装勢力を支援した悲儀で逮捕した2人の死を隠蔽していたことを認めた。3月24日、国際連合人権理事会は ラカイン州などでの人権侵害疑惑の実態解明に向け、独立した国際調査団を同国に早急に派遣する内容の決議を採択した。ミャンマー国家顧問府の増帝局長は Facebook などで調査団受け入れの拒否を投稿した。4月6日、アウンサンスーチー国家顧問は英国放送協会の取材に民族浄化が行われているとは思わない。 今起きていることを言い表すのに、民族浄化は、表現が強すぎる、ミャンマー軍がしたいように振る舞えるわけではないと主張した。また、戻ってくるならば、彼らは危害を加えられない。決めるのは彼らだと、ロヒンギャを受け入れる胸を述べた。5月2日、アウンサンスーチーは、欧州連合のモゲリーに、外交安全保障上級代表と会談し、 国際調査団の受け入れ拒否を表明した。外国メディアの取材制限についても、私の村で残虐行為はなかったと取材に答えた、ロヒンキャーが武装勢力に当局の協力者とみなされ残首された事件があったと、述べ、理解を求めた。6月13日、ミャンマー国連上中、人道調整官のレガタロックでサリエンが辞職した。 ミャンマー政府との関係を重視し、ロヒンギャ問題を避けて通ったことが問題視されたという。6月22日、ミャンマー政府はテロリスト訓練キャンプを発見し、武装した3人の男性を殺害したと発表した。それによると、アカムル・ムジャヒリンは今年3月に他の組織と合流して、アラカン・ロヒンギャ救世軍を結成。テロリストは、 村の長老ら34人を殺害し、22人を拉致したと発表した。ミャンマー政府は、アラカン・ロヒンギャ救世軍は、パキスタンやサウジアラビアの支援を受けていると主張している。アッサ指導者のアタウラーは、アッサの結成は2012年3月としている。また、太陽国の安全保障アナリストである、アンソニー・デイビスは、アッサは、 国際的なイスラム共生選手義やアイしセル、アルカイーダと何も実質的につながっていないとの見解を述べた。6月30日、ミャンマー連邦議会で同国の外務副大臣はベンガル人問題についてアウンサンスーチー氏は我々は国連の調査団に協力しないと言っている。各国の大使館に調査団員には詐称を出さないよう命じると答弁した。7月7日、 オークラは、利領期、国連特別報告者のミャンマー訪問を発表した。ミャンマーは、かねて、より受け入れを拒否している独立調査団の活動を行わないことを条件に、入国を認めたと発表した。7月9日、ミャンマー政府によると、ロヒンギャ武装勢力とミャンマー治安部隊の戦闘があり、武装勢力側2人が死亡、2人を逮捕した。 家屋の中から砲撃があり、応戦したという。7月21日10日よりミャンマー入りしていた国連の利療機はヤンゴンで記者会見した。李は政府による調査の制限や圧力があったと述べ受け入れられないと批判した。8月6日、ミャンマー政府は人道に対する罪や民族浄化にあたる事実は確認されなかったと疑惑を 否定する政府調査委員会の最終報告書を発表した。ただし、ミャンマー政府は国連調査団や外国報道機関の現地訪問を拒否、制限している。8月24日、ミャンマー政府が設置した特別諮問委員会は報告書を公表。ミャンマーは世界最多の無国籍者を抱えると問題の存在を認め、 国籍法の改正によるロヒンギャへの国籍付与などを勧告した。8月25日、ミャンマー国境で武装組織が駐在所20カ所以上を襲撃し、アラカンロヒンギャ救世軍が犯行声明を出した。ミャンマー政府情報省発行のニューライト・オブ・ミャンマーによると、過激派テロリスト77人と治安部隊12人が、 この戦闘で死亡した。8月29日現在で、双方で100人を超える死者が出た。8月30日、複数のロヒンギャ避難民によると、トゥラトリ村がミャンマー国軍の襲撃を受け、住民が虐殺された。ある避難民は約500人が殺害されたと証言したが、実数ははっきりしていない。8月31日、 ニューライト・オブ・ミャンマーは政府筋の話としてアッサメンバー150人が治安部隊を襲撃し1人殺害され4人を逮捕したと報じた。同記事によるとアッサはヒンドゥー教徒を拘束し治安部隊によって500人以上のヒンドゥー教徒が避難した。これとは別に警察によって300人がまた別の村のヒンドゥー教 と200人が避難したという9月1日までにミャンマー軍は8月25日からの戦闘でベンガル人を399人殺害したと発表したこのうち370人はアラカンロヒンギャ救世軍など武装勢力としている一方政府側は警官11人と国軍兵士2人政府職員2人の 計15人が死亡。このほか、民間人14人が犠牲になったという。また、ミャンマー政府は、ベンガル人、住居2700件以上が、武装勢力によって放火されたと発表した。しかし、AP 通信などは、治安部隊による放火というロヒンギャの証言を報じた。また、ヒューマンライツウォッチは、衛星画像の分析で、 ロヒンギャの村の一つで、ほぼ全域の700件が燃やされ、仏教徒の村では被害を確認できなかったと発表した。同日、ミャンマー国軍のミガウンフライン最高司令官は、式典で、ラカイン州で1942年の危機を再び起こさせはしないと主張した。これは、太平洋戦争におけるビルマの戦いで、 ベンガル人がイギリスに味方したいことを指す。その上で、軍の正当性を主張し、ベンガル人のテロリストが宗教を先導や暴力的な攻撃の道具にしたと非難した。9月4日、ミャンマー政府情報委員会は、アースサが新たに660件を放火したと発表した。9月13日、国連のグテーレス事務総長は、記者に、これは、 民族浄化だと考えるかと問われ、ロヒンギャ人口の1、3が国外に逃れている。これを形容するのにより適した表現が他にあるだろうかと答えた。9月14日、アムネスティ・インターナショナルは衛星写真から8月25日以降、計画的にロヒンギャの居住地区や村を狙って放火が行われ、数万人が家を失ったとの分析結果を出した。 過去4年間、同地で同様の火災は見られなかった。国境沿いで数十人から行った聞き取り調査によると、ミャンマー国軍、警察、自警団がロヒンギャの住居を襲撃し、放火や略奪、殺人を行った。ある村ではガソリンを撒き、ロケット砲で焼き払った。また、一部地域では、役人が事前に焼き討ちを通告していた。 アムネスティ・インターナショナルのティラナ・ハッスさんは、焼き打ちは、ベンガル人の犯行とするミャンマーの主張を、露骨な嘘と非難し、私たちの調査によると、自警隊と一緒にロヒンギャの家を焼いた責任は、自国の治安部隊が負っていることがはっきりしていると、主張した。同日、ミンアウンフラインは、Facebook で、過激派のベンガル人は、ミャンマーでは決して民族集団ではなかった。 ロヒンギャとしての認知を求めている。ベンガル人問題は国家的な問題であり、私たちは真実を確立するために団結する必要があると改めて主張し、ミャンマーのすべての市民は愛国心で連帯し、メディアは団結すべきであると述べた。9月19日、中国の大き外相は国連のグテーレス事務総長に対し、 ミャンマー政府による安全保障上の努力を理解し、支持すると表明した。9月20日夜、ラカイン州の州都シットウェイの港で、ロヒンギャ避難民への支援物資を船に乗せようとしていた、国際赤十字のスタッフらが、約300人の仏教徒に火炎瓶や石を投げつけられ、間に入った警察官数人が負傷した。ミャンマー政府によると、積み荷は港に留め置かれたままという。 9月21日、ミャンマー国家顧問省の報道官は、朝日新聞の取材に、調査団を受け入れるとは言っていない。現地の平和と安定に調査団は逆効果だと述べた。9月24日、在韓ミャンマー人、約700人が、ソウルの UNHCR 韓国事務所前で、反ロヒンギャ集会を開いた。9月27日、A、AP 通信は、ロヒンギャが追われた村で、 治安部隊や役人らがロヒンギャの家畜を盗み出し、相場の1、4で住民や商人に売り払ったと報じた。同記事によると、ミャンマーに残っているロヒンギャは50万人を割っている。9月28日、国連安全保障理事会は、ロヒンギャ迫害について公開会合を開いた。グテーレス国連事務総長は、8月25日の 武力衝突以来の難民が少なくとも50万人に達したと述べ、さらに25万人が潜在的に家を追われる可能性があると指摘した。その上で、ミャンマー政府に暴力の即時停止と人道支援の許可、難民の安全な帰還という3つの迅速な対応を求めるとした。米国のヘイリー国連大使は、ミャンマー当局は残忍で、 少数民族を粛清するキャンペーンを続けていると強く非難した。一方、ミャンマーのタウントゥン国家安全保障顧問は問題は宗教ではなくテロによるもの、民族浄化やジェノサイドは起きていないと反論した。10月11日、国連人権高等弁務官事務所はロヒンギャを国外に追放するだけでなく帰還を阻むためミャンマー国軍が 意図的に家屋や田畑を破壊、放火したとする調査報告書を公表した。また従来、ミャンマー国軍側は、8月25日の武装組織による攻撃への反撃と主張していたが、総統作戦は8月の初めから始まっていた、可能性を指摘した。10月16日、ミン・アウンフライン最高司令官は、フェルトマン国連事務次長との会談で、改めて、ベンガル人は、 ミャンマーの民族ではない。1942年に2万人以上のラカイン人が殺されたことこそが真の歴史であり隠すことはできないと主張した。そしてミャンマー軍はベンガル人による不法占拠やベンガル人テロリストに合法的に対処したまでとして地元民のために安全対策を取る必要があると主張した。さらに国連の人道支援について ベンガル人テロリストに支援物資が流れているという疑念があり、だからラカイン人は国連の支援に反対している。よって支援を行うならミャンマーの政府機関との連携が必要だと主張した。10月23日、国連欧州本部で開催された支援国会合において在住ー部国際機関日本政府代表部の氏の三子大使は ロヒンギャ難民への日本政府による緊急支援を1600万ドルまで拡大することを表明した。11月13日、ミャンマー国軍はベンガル人への迫害はしていなかった。殺害、放火、略奪、強姦などの迫害とされるものは全てテロリストによるプロパガンダとする調査結果を発表した。報告書は国軍が1ヶ月にわたって ベンガル人3217人、ヒンドゥー教と2157人などに面会調査した結果という。また、ベンガル人のテロリストは6200人から1万人に上り、治安部隊よりも多い。ベンガル人のテロリストは、治安部隊への攻撃をはじめ、自作自演で放火したり、ヒンドゥー教いたずら105人を拉致したとの見解を示した。 11月16日、国際連合は、総会第3委員会で、ミャンマー政府に対し、軍事力行使の停止や、国連などによる制限のない人道支援を認めるよう求めた決議案を、賛成135、反対10、危険26の賛成多数で採択した。反対は、ミャンマー、中国、ロシア、ラオス、フィリピン、ベトナム、カンボジア、シリア、 ベラルーシ、ジンバブエ。危険は、日本、インド、ネパール、スリランカ、ブータン、タイ、シンガポールなどであった。同日、ヒューマンライツウォッチは、ビルマ治安部隊による大規模なレープが行われていると声明を出した。バングラデシュに逃れた、ロヒンギャ女性52人、支援者など19人への聞き取り調査によると、強姦の加害者はほぼ全員が軍人で、 ラカイン人も凶暴して、性的嫌がらせなどを行った。また、兵士が幼い我が子を機に叩きつけて、殺したり、子供や老人を燃え盛る家に投げ込み焼き殺したり、夫を銃殺したなどの証言が寄せられた。12月5日、国連人権理事会で、ミャンマーによるロヒンギャへの組織的かつ大規模な人権侵害を強く非難し、 ミャンマーに独立調査団への協力を呼びかける内容の決議が賛成33反対3危険級で採択された。反対は中国、フィリピン、ブルンジ。危険は日本、インド、コンゴ、エクアドル、エチオピア、ケニア、モンゴル、南アフリカ、ベネズエラであった。12月7日、ニューライトオブミャンマーは 人権理事会の決議を非難する浮天林常任代表者の声明を報じた。声明の主な内容は以下の通り。12月11日、AAP 通信はバングラデシュのロヒンギャ難民29人にインタビューした。結果、ミャンマー治安部隊による交換は徹底的で組織的に行われたと報じた。ミャンマー当局は取材に応じなかったが、これまで 強姦や虐殺などの指摘を全て巨峰と主張している。12月13日、ミャンマーはラカイン州で取材していたロイターの記者2人と協力者の警察官2人を逮捕した。被疑はイギリス植民地時代に制定された国家機密法違反で、ミャンマー情報省は海外メディアと共有する目的で情報を不正入手したと声明を出した。 12月17日、ヒューマンライツウォッチは衛星画像の分析の結果、ビルマ治安部隊によるロヒンギャ集落への放火が12月になっても続いていると発表した。それによると10月以降に40の村が被災し、ビルマとバングラデシュの合意が成立した11月23日以降に限っても4の村が被災していた。その上でビルマ政府が 国際社会に安全な難民機関を約束していることに対して宣伝工作に過ぎないと批判した。12月18日、ゼードラード・アルフセイン国連人健康答弁務官はフランス通信の取材に対し、ロヒンギャへの弾圧はジェノサイドの可能性があると述べた。武装勢力に対する適切な取り締まりを主張するミャンマー政府に対し、 ゼードは2016年の時点で30万人のロヒンギャがバングラデシュに逃れていたことを指摘し、ミャンマー政府の主張とは合致しないのではないかとの見解を示した。同日、クセイン国連人権高等弁務官は BBC の取材に対し、ミャンマー側の行動はものすごくよく練られて計画されたものなのではないかと我々は感じ始めたと述べた。また BBC は、 ロヒンギャ難民らの証言として、ミャンマーが昨年ラカイン州で組織した武装警察が、ロヒンギャ集落襲撃の実行犯になったと報じた。12月19日、世界保健機関は、バングラデシュのロヒンギャ難民キャンプで、ジフテリアが流行しており、死者が21人に達したと発表した。フーは12月17日より、二度目の予防接種を開始している。 12月20日、国連によると、ミャンマーは、利料期、国連特別報告者の入国拒否と非協力を通告した。李は声明で、ミャンマー政府の決定に失望している。大変なことが起きているに違いないと非難した。ミャンマーは、李が7月の方面で、以前の政権の手法が今も用いられているなどと批判したことが偏っており、不公正だとして、 協力取りやめの理由に挙げた。12月21日、アメリカ財務省は、大統領令に基づき、ミャンマー国軍のマウンマウン層を少々個人に対し、国内資産凍結などの制裁を発表した。証言によると、8月の総統作戦でマウンマウンソをの率いた治安部隊がロヒンギャを無差別に殺害したほか、集落への放火を行ったという。 12月24日、国連総会でイスラム協力機構の提出したミャンマー政府にロヒンギャ難民の全機関や完全な市民権の付与、援助関係者の接触容認などを求める決議が賛成122、反対10、危険24で採択された。反対はミャンマー、中国、ロシア、ベラルーシ、カンボジア、ベトナム、ラオス、フィリピン、シリア、ジンバブエ、 危険は、日本、インド、タイ、ネパール、ブータン、シンガポール、パプアニューギニア、カメルーン、南アフリカ、ドミニカ共和国、ベネズエラなどであった。12月14日、国境なき医師団は8月25日から9月24日までの1ヶ月間に、少なくとも9000人のロヒンギャが死亡し、そのうちの71.7%、 6700人が殺害されたとする調査結果を発表した。難民2434世帯11426人への聞き取り調査からの推定で死因の69%は銃撃、9%は少死5%はオーダーによるという。5歳未満の子供では59%超が銃撃、15%が自宅で少死し、7%が オーダ2%は、地雷が死因という。また、ミャンマーから脱出できなかった世帯は調査対象に含まれておらず、家ごとやき殺され一家全滅した例もあるとして、実際の死亡者はさらに上回っている可能性が高いとした。ミャンマー政府は国境なき医師団の報告について何もコメントすることはないとした。ミャンマー政府は、 全体の死者は432人、内訳は、ベンガル人、テロリスト387人、治安部隊15人、市民は、ベンガル人7人、ヒンドゥー教徒7人、ラカイン人仏教徒16人の、計30人としている。2018年5月22日、アムネスティ・インターナショナルは、アースサが、最大で99人のヒンドゥー教徒を虐殺したとする。 報告書を発表した。アースサは報告書の内容を否定している。8月27日、国際連合人権理事会はミャンマー調査団の報告書を発表した。それによると、ラカイン州のイスラム教徒に人権はないと指摘し、2017年からの相当作戦は即時で残忍で不均衡であり、少なくとも1万人が殺害され、 ロヒンギャ居住地の4割が焼き払われたとした。また、治安部隊や他民族がロヒンギャ居住地への再定住を進めていると指摘した。ロヒンギャに対する差別発言、ヘイトスピーチへのミャンマー政府の対応は不十分であり、オンラインには差別発言が蔓延した。ソーシャルメディアでは、Facebook が憎悪の拡散に使われ、 フェイスブック側の対策はも手に回った。一方、アースサは、数十人のラカイン人、最大で100人のヒンドゥー教徒を殺害した可能性があるとした。総体として、ミャンマー治安部隊の行動は、アースサを対象としたものではなく、ベンガル人全体を標的としたジェノサイドであり、人道に対する罪であり、国際刑事裁判所あるいは、国際特別刑事裁判所への訴追が必要と、 結論づけた。ミャンマー政府のザウハティ報道官は、1、政府は人権侵害を厳しく取り締まっており、また調査団自体を入国を含めて認めていないので、人権理事会の決議にも同意しない。2、国連や他の国際機関の主張は虚偽であり、それを立証するために独立した調査委員会を組織した。また訴訟も検討している。 3. 政府は安全保障と法の支配、国民の利益を守るためにサイバー法の制定を努力すべきである。として、報告書をすべて虚偽とする見解を示した。また報告書で名指しされた Facebook は、ミンアウンフラインラ軍幹部18人のアカウントを削除したが、ミャンマー国内で激しい反発を受け、ザウハッティ報道官も、なぜ削除したのか多くの疑問があると言及した。 8月28日、国連安保理において、ミャンマー大使は、アースサが250人以上のヒムスリム少数民族、及び100人以上のヒンドゥー教徒を虐殺したと主張し、人道的問題はすべてアースサ及び、それを支援した外国のテロ組織に責任があるとする、見解を示した。その上で、 無実の民間人難民の帰還については計画を進めており、ミャンマー政府と人民による遂行を強調した上で国際社会の協力を求めた。8月31日、ロイターはミャンマー軍広報部が7月に出版したミャンマー政治と国軍で写真のデッ像があると報じた。同書はベンガル人の悪事をアピールする内容であった。キャプションに ベンガル人は、ムザンにも地元の民族を殺したとある写真は、実際は1971年、バングラデシュの脱下で、パキスタン側の人物が、ベンガル人を殺害した写真だった。また、キャプションに、ベンガル人は英国によって侵入したとある写真は、実際は1996年、ルワンダ虐殺に際した、不属難民のカラー写真を、白黒に加工して古びて見せたものだった。 半元は9月4日までに間違った写真が印刷されていたことを認め謝罪した。9月、国連人権理事会の調査団がジェノサイドの疑いに言及した決議を採択。2016年10月より新たに難民となり、バングラデシュに逃れたロヒンギャは2017年6月15日までに7万5000人に達した。さらに、 8月25日の武力衝突から2018年8月までの間だけで72万5000人に達した。以前の難民を含めると90万人以上が難民となっている。11月、ミャンマー及びバングラデシュ両政府が期間開始を。11月、イスラム協力機構を代表してガンビアがミャンマーをジェノサイドをしたとして国際司法裁判所に訴える。 バングラデシュはミャンマーに強制送還を要求しているが、ロヒンギャを自国民とは認めない、ミャンマー政府はこれを拒んでいる。バングラデシュはロヒンギャをミャンマーへの強制送還前提でエガンジス側、川口の無人島、ブハシャンチャ、ルシマに隔離しようとして批判を受けた。バングラデシュのアブルハッサン・マヤムードアリ外相は6月15日に国会で ラカインの人々が犯罪を働き国家安全保障上の懸念となっていると答弁した。10月5日、バングラデシュは8月以降の大量の難民流入を受け80万人超を収容できる巨大キャンプの設置を発表した。完成次第すべての難民を移す方針である。10月24日、バングラデシュのカーン内省はミャンマーの 長州内省と会談し、ロヒンギャのミャンマー機関手続きなどを協議した。ミャンマー側は、自国の記録称号で、住民確認が必要と主張し、受け入れは1日100から150人程度としたが、早期機関を求めるバングラデシュとは、条件が折り合わなかった。11月23日、バングラデシュとミャンマーは、ロヒンギャのミャンマー機関について合意書に署名した。しかし、 期間の具体的手続きや期限は合意に至らず、さらに交渉を続けることになった。バングラデシュは9月より治安上の理由から難民用の身分証発行を始めた。しかし、ロヒンギャの名義がなく、ミャンマー国民の登録証と表記されていることに反発し、受け取りを拒否するロヒンギャ難民が相次いでいるという。2017年8月4日、 日本財団の招きで来日したミンアウンフライン軍司令官が安倍晋三首相を表敬訪問した。日面防衛協力などを会談し、国民和解や少数民族支援にも触れたが、ロヒンギャについて特段の言及はなかった。8月29日、外務報道官は武装勢力による治安部隊への襲撃を強く非難した。その一方、 アナン委員長らによるラカイン州女芸委員会の最終報告書の韓国離婚へのミャンマー政府の取り組みを支援すると表明した。9月19日、河野太郎外相は改めて武装勢力による襲撃を強く非難した。一方で人道状況や住民殺害の疑惑、この時点で40万人に上る難民流出に深刻な懸念を表明した。 11月14日、安倍首相はアウンサンスーチーと会談し、深刻な懸念を伝え、治安回復や避難民期間の実現を求めた。11月16日、日本政府はバングラデシュへの避難民支援として、1500万ドルの緊急資金協力を決定した。11月18日より11月20日にかけ、河野外相はバングラデシュを訪問した。 11月19日、河野外相は、バングラデシュのアブルハッサン・マムード・アリ外相と、会談し、バングラデシュ政府の難民受け入れを高く評価すると、共に、日本政府として、支援をしていくことを表明した。同日、河野外相は、ガブリエル・ドイツ副首相兼外相、モゲリーニ EU 外務、安全保障政策上級代表、バルストローム・スウェーデン外務大臣と共に、 ロヒンギャ避難民キャンプを視察した。また、河野はデイリースターが見えの取材に対し、1、武装勢力を強く避難し、2、ラカイン州の人権状況や60万に上る難民流出などを深刻に懸念し、3、バングラデシュの取り組みに対し、合計1860万ドルの支援を行うことを改めて述べた。11月20日、 中根和幸外務副大臣はミンアウンフラインと会談した。中根はミャンマー国軍の人権侵害疑惑について必要があれば処罰を行うよう求めた。ミンアウンフラインはバングラデシュに流出した避難民について審査の上で受け入れる用意があると述べた。12月14日、安倍首相は訪日した林長ミャンマー大統領と会談した。 安倍首相の発言は以下の通りである。1、ユニバーサルヘルスカバレッジ支援を引き続き進める。二、自由で開かれたインド太平洋戦略のもと、官民合わせて8000億円の資金投入、文化交流の推進などを行う。3、ラカイン州の人権、人道状況を懸念している。避難民機関に関するミャンマーバングラデシュ合意を歓迎する。 難民条約加盟国である日本でもロヒンギャが難民申請しているが入国管理局によって退去を強制させられている事例がある。日本の法廷で争われている通り、ロヒンギャ難民の問題には不可解な点が多く認められ、加えて難民条約の定義では解決し難たいため難民認定は低調な数字のままである。在日ビルマロヒンギャ協会によると 2015年6月現在、日本には約230人のロヒンギャが生活している。そのうち約200人が群馬県館林市に集中している。また、日本政府はロヒンギャをミャンマー国籍として扱っているが、国籍を剥奪されたためにそのほとんどが無国籍である実態とかけ離れた国籍認定が懸念されている。 2017年8月4日、国連難民高等弁務官事務所のダーク・ヘベカー、中日代表が縦林氏を訪れ、ロヒンギャの現状を視察した。ヘベカーは、NPO 法人が行うロヒンギャの子供たちの学習支援教室などを見学し、素晴らしいプロジェクトで学ぶ意欲を感じたと評価した。 日本ロヒンギャ支援ネットワークの増民都事務局長は世界に向かってミャンマー軍が何をやっているか語ってほしいとアウンサンスーチーに呼びかけた2017年9月には日本赤十字社の医療チームがバングラデシュの避難キャンプに派遣された9月8日東京品川のミャンマー大使館にロヒンギャラ約150人が抗議デモを行ったその一方で 在日ミャンマー人社会との対立は深まっている。1988年9月に在日ミャンマー人協会が設立された当初は、ロヒンギャが協会書記長を務めたことがあるなど、表だった排斥は見られなかった。しかし2000年以降、ミャンマーの正常が落ち着くと、在日ミャンマー人の間に、ロヒンギャはミャンマー人ではないという認識が浸透し、 強だった迫害こそ起きていないが、ロヒンギャは排除されるようになった。2015年には、日本放送協会のロヒンギャ表記への抗議声明を、複数の在日ミャンマー人団体が出した。1月、国際司法裁判所は、ミャンマーに迫害防止措置などを求める仮保全措置を命令した。国際社会と人道主義団体には、感情論に走らない。 冷静な対応が求められる一方、人間の安全保障の観点からすれば、栄領植民地時代の遺根である宗教、民族間の恩衆から生じる差別と迫害が存在することは明らかであるため、冷静な対応と同時に、早急なロヒンギャの身柄保護と効果的な人道支援を急がねばならないというジレンマに陥っている。一方で、ミャンマーには、 官民共に強い反ロヒンギャ感情があり、特に、ラカイン州のジョ部ザブ仏教徒住民のそれは甚だしい。そのため、ミャンマー現地での活動を妨害されないために、国連や援助団体などは、ロヒンギャ問題の抗言を避け、ミャンマー側の嫌がる、ロヒンギャ表記さえ避ける傾向にあった。あえて問題にするものは、トラブルメーカーのレッテルを貼られたという。 この難しい局面を打開するために、周辺諸国の協力も必要とする声があるが、マレーシアがロヒンギャの流出にある程度同情的なのに対し、タイ、バングラデシュ、インドネシアなどは、国連や NGO の批判に取り合わず、ロヒンギャの請求受け入れを拒否し続けている。一方、人権団体アムネスティ・インターナショナルは、まずは、ビルマ国内におけるロヒンギャの人権が確保されるべきと、 主張している。また、ロヒンギャの側にも、アラカンロヒンギャ救世軍という武装集団がおり、彼らは、ミャンマー軍の暴虐に乗じる形で、ヒンドゥー教徒などの異教徒の村への襲撃を繰り返している。しかし、国際社会においてロヒンギャは、被害者であるため、ロヒンギャから襲撃を受けた者たちの被害は無視される、傾向にあるという主張がある。ありがとうございます。